確かに。いやいや、でも、ハイスペ落とせそうな人ってあえてそっち行かへんねん。おい、なんか
ちょっと待って、今のね、何のどんねん返しやねん、タモロ講習着替えして目の前でします？あ、今でも、今でもやっぱ恥ずかしいし、またまた、まだしちらかしてるくせに廊下一歩歩いたらプッていかない。どうせね、YouTube で顔出してないけど、なんださん優しいですが、うん、表面上の優しいことばっかり言うからこいつなんかもう、あんあんのなんかこの教科書に載ってるようなばっかり言ってるから、今ある程度自立してる。なんか家事したことないとか言われたら、もう俺はドン引きやから。だけまいやんでも、うん、何なんかじゃあハイタッチけどちっちゃん、はい、You touch my pie! You touch my pie! Don't touch my pie! You touch my pie! これ流されるからちょっとこれ絶対流されるやん。流そうか、ふざけんねん。そったやつも一個あんねんやんか。一個の表現がファッキューなのよ。一個がファッキューなのタクト。それはやめなさい。ありがとうございます。それがなんか金銭的な価値観って結構あるじゃないですか、うん、女性が頑張って働こうと思っても、じゃあ妊娠するとかなったら休まなきゃいけない。女性がそういうなんか将来的な部分で選択しなきゃいけないことが増えるから、給料がなかなか上がらないことに理解あるかどうかの話、うん、いやそれはあるよ。だから女男平等でどうたらっていうのはおかしいやんっていう話、頑張ってくれてありがとうねっていうのがあったらいいっていう話今日しとったんか。いやそれはちゃんと価値の分担難しい。あとはご飯やったよな。ご飯とご飯やったよな。うちらは最初はやっぱ結構もめてあのご飯の時とかね。難しいよな。それはね、どうしようねってなってるよね今ね。助かったのにっていう時に鶏、今日の鶏のあれが美味しかったか。マジで分からん時はね。まあそれだけね、アレンジしてこうやってろという分からんぐらいことかな。鶏肉も何も分からない、でも美味しい、ありがとうの方が可愛げはある。まあ確かに、その鶏肉と豚肉が分からんわけちゃうで。一昨日ぐらいは髪の毛も乾かしてあげたぐらい。急に髪乾かしてあげるわって言って髪乾かしてあげる。ほらめっちゃ怖いとかいいです。親切にしたら怖い、親切にしなかったら何もしてない。なんで俺悪者すんの。不器用なんですよ、うん、で言葉ではうまく言えないから行動でやろうってしてるんですけど、行動しながら口が悪いから感謝の気持ちも伝えなあかんっていう話。そう、うん、そういうことにしとこうか。素直じゃない。今の10分だけちょっとあまあまの話しよう。じゃあ寝るよ、15分にしよう。じゃあ寝るよ、15分にしよう。新に戻りましょう。毎朝掃除してくれるんですよ。すごいよ、自分がやりたいだけめっちゃありがたいです。毎日する必要は全く多分ないから、これあんま汚くないけどやってる意味あるんかなって思いながらやってるから、うん、そこを別にドヤする気は全くないけど、こんなに楽しくお話できる女の人は大好きですよ。あら、そうや、そうやって言ったらいいよ。そうやって素直に言ったらいいよ、うん、うるせえよ。おいふざけんなよ。ちょっとつけてる、ちゃんとえらい、まじめ、まじめされてる。かわいいね、かわいいね、うるさいな。ほんで変なおじさん、なんで変なおじさん、あ、変なおじさんか、変なおじさん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 とあら、変なおじさん、変なおじさん、変なおじさん、だ、踏んだ。ほんまに変なおじさん。